私ジャンボ鶴田、あの鶴田と申します。昭和47年10月31日に全日本プロレスに入りまして、入団しまして、就職しますなんていう言葉で入ってきたんですけど、早28年ですか、が経ちまして、本当になんか昨日のことのようにですね、いろんなことが思い出されましてですね、昨日は本当に眠れなかったんですけど、多分、皆さんにご報告しなきゃいけないなと思いまして、この場を借りてご報告します。6年前に僕はちょっと病気しまして、それでだんだんレスラーとして試合ができなくなりました。でその間、慶応大学、横浜桐蔭大学、中央大学で体育学の教鞭を取ることになりました。でこれは生前ジャイアント馬場社長がの了解を取ったことなんですけど、了解を取ってあるんですけど、3月10日より、ポートランド州立大学の方で、研究交流プロフェッサーというそういうシステムがあるんですけど、大学のですね、そこに、一応就任ということで、3月10日を預けをもってそちらの方に、期間は2年間なんですけど、教授待遇でぜひ来てくださいということなんで、そちらの方に行きたいと自分では思っております。でそこで何をするかといいますと、運動生理学の研究とトレーニングの実践ですを研究したいと思っております。でなぜこの時期に、バタバタした時期にこうなってしまったかといいますと、これはジャイアント馬場社長推挙の際、あの渡米の延期とかそういうことは自分でよくよく考えたんですけど、生前ジャイアント馬場氏がチャンスは絶対ものにしろと、人生はチャンスとチャレンジだという言葉をそう言われたものですから、それを信じ、こういう大変な時期なんですけど渡米させていただくことになりました。でまたそれに伴いプロレスラーとしての引退を決意しました。ファンの皆様、本当にマスコミ関係者の皆さん、長い間本当にありがとうございます。全日本プロレスとジャンボ鶴田をですね、本当に心底から応援してくださってありがとうございます。これからも全日本プロレスは本当に三沢とかここにいます本当桃田選手をなどが頭になって一致団結してですね、馬場社長のご意思をついで頑張りますので、皆さんのご協力をよろしくお願いいたします。ファンの皆さん、マスコミ関係者の皆さん、28年間本当にありがとうございました。で、ファンの方には3月6日武道館の日にご報告をしたいと思っております。ただいまよりジャンボ鶴田引退セレモニーを行います。また一人昭和のヒーローがリングを後にします。その人の名はジャンボ鶴田。力道山が種をまき、ジャイアント馬場が太い幹に育て上げた日本プロレス界の昭和にまばゆいばかりの鮮やかな花を咲かせた男、
ジャンボ鶴田が今宵26年のレスリング人生にピリオドを打ちます。昭和47年秋、ミュンヘンオリンピック日本代表の看板を引っ提げ、全日本プロレスに就職しますの名文句とともに、プロレス界に身を投じたジャンボ鶴田。以来、師匠ジャイアント馬場とともに世界の強豪レスラーと幾多の名勝負を繰り広げたジャンボ鶴田。ジャンボ鶴田、本名鶴田智美は昭和26年3月25日、山梨県東山梨郡に生まれる。中央大学時代はレスリングで活躍。昭和47年にはレスリング日本代表としてミュンヘンオリンピックにも出場した。同年10月、全日本プロレスに入団。翌昭和48年3月、アメリカ武者修行中にプロデビューを飾る。凱旋帰国直後の48年10月9日には、ジャイアント馬場とのコンビで、ザ・ファンクスのインタータッグ王座に挑戦。華麗なスープレックスを披露して、ファンを魅了した。その後、昭和51年8月には、UN ヘビー級。58年8月には、伝統のインターナショナルヘビー級王座を奪取。昭和59年2月には、ニック・ボックリンクルを破り、AWA 世界ヘビー級王者となる。これは日本人初の快挙だった。また、平成元年4月には、スタン・ハンセンとの統一戦を制し、初代三冠ヘビー級王者の座に輝いた。平成2年、全日本プロレスは、選手大量離脱により、損害の危機に立たされたが、ジャンボ鶴田が超世代軍を相手に桁外れの強さを発揮、激しいプロレスを展開してファンの支持を集めた。平成4年夏に体調を崩し長期の入院、以後はスポット参戦を余儀なくされたが、その一方で平成7年には筑波大学大学院に入学、コーチ学を学んだ。この3月10日にはアメリカに渡り、オレゴン州ポートランド大学で2年間教授としての研究活動をスタートさせ、それに伴い26年間の現役生活にピリオドを打つことを決意、本日の引退セレモニーとなった。ありがとうジャンボ鶴田、あなたが放ったバックドロップ、そしてあなたと共に叫んだ王を私たちは忘れません。第二の人生に幸多かれと祈ります。ファンの皆様にジャンボ鶴田より一言お礼のご挨拶がございます。昭和47年2月31日、全日本プロレスに就職しますと言って入ってきて、早いもので27年が経ちました。その間いろんなことがありました。ですけどファンの皆様、多大なご声援をジャンボ鶴田にもらいまして非常にありがとうございました。3月急に米国のポートランド州立大学に就任することが決まりました。ちょうど時期的にですね、ジャイアント馬場選手のちょうど5世紀ということになり、時期の延期とか中止などを考えましたが、馬場選手がいつも僕にそう言ってくれたみたいに、人生はチャレンジだと、チャンスはつかめと、その言葉を信じ今日の決断になりました。長い間本当にジャンボ鶴田全日本プロレスをご声援くださいまして、ファンの皆様ありがとうございました。私はここに言わしますけど、全日本プロレスには有望な若手がたくさんおります。水
沢、川田、小橋、田植え、いい選手がいっぱいいます。ですからファンの皆様、ぜひこれからも全日本プロレスに熱きご指導とご支援を切に切によろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。かつてプロレスファンにこれほどまでに親しまれ、そして愛されたテーマ曲があったでしょうか。その名も J、 そして最後の O。 あの空中同時目落とし、拷問コブラツイスト、そして規格外スケールのジャンピングに、そして天下無双のバックドロップ。その必殺技の後に必ずあった我々ファンと心を一つにする掛け声、それが O。 この26年間のプロレス人生に悔いなし。プロレスラーは引退しても第二の人生のスタートです。ジャンボ鶴田のチャレンジは終わりません。本当に本当にあなたは強かった。完全無欠のエース、ジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田、ジャンボ鶴田、ありがとう。泣くまいと思ってね、今日はもうすがすがしい感じでファンの皆さんにご挨拶しようかなと思ったんですけど、なんか27年間というかのいろんな試合とかね、そういうものが走馬灯のようにこう出てきてね、涙ですね。だけどこれは悔し涙でも何でもないです、嬉し涙です。まあ、本当に長かったようでまた短かったですよね。まあ、人生ってそういうもんかもしれませんけど、まあ、だけど僕はプロレス界に生きられて非常に幸せだったと思ってますし、全日本プロレスに就職しましてよかったと思ってます。27年間のプロレス生活が走馬灯のように頭の中をぐるぐる回ってるんですよね。あの時ファンクスとやったかな、あの時ビル・ロビンソンとやったかなとか、あの時バンガニアだなとか、ブルーザ・ブルーディアだなとか、いろんなことが目に浮かびますよね。